皆さんこんにちは。ゴシップニュースジャパンエリーです。ステイホームや夏休みなどが重なり、自宅で映画を見る人も多いのではないでしょうか。皆さんはどんな映画が好きですか？私はホラーやミステリー、サスペンスが好きなのですが、これらのジャンルの映画って実はドキッとするような濡れ場のシーンが多かったりします。そしてドラマではあまり見られないような濡れ場って映画だと割と見られることが多く、しかもこんな女優さんが見れると驚くことも多いです。そうです、あなたの好きな女性芸能人のがバッチリ見れちゃったりもするのです。アダルト動画にないさを感じることのできる映画、今回は芸能人のが見れる映画作品をご紹介いたします。清野菜名。清野菜名さんといえばドラマ今日から俺はの赤坂莉子役を演じブレイクした女優さんです。アクションもこなす女優さんですが、その見た目はまさに清楚系。赤坂莉子役の時の聖子ちゃんカットはとっても可愛かったですよね。そんな清野菜名さんですが、実は2014年公開の映画東京ドライブでかなり過激な大胆ヌードを披露しています。当時19歳、清野菜名さんのターニングポイントとなった作品と言われています。ちなみに清野菜名さんの推定カップは B から C カップと思われるでしょう。沢尻エリカ。エリカ様が脱いだと話題となった2012年公開の映画ヘルタースケルター、皆さんご存知別にとお騒がせっぷりが報道され、芸能界から干されているのではと思われる時期にこの作品でエリカ様が脱いだと話題になりました。沢尻エリカさんのヌードが見たくてこの映画を見た方も多いのではないでしょうか。そしてこの作品をきっかけにまた芸能界に返り咲きましたね。当時26歳だったエリカ様の推定カップは D カップでしょう。吉高由里子。今では CM にドラマに引っ張りだこの吉高由里子さん、テレビでよく見かけるようになった頃には黒髪にナチュラルな見た目となり、まさかこの子だったとはと現実を受け止めるには時間がかかりましたが、吉高由里子さんは当時20歳、2008年公開の映画蛇にピアスでヌードを披露しています。今では想像ができないような演技にも驚きです。 SM 要素が強い作品なので、そういった思考の方は楽しめる作品ではないでしょうか。大女優となった吉高由里子さん、今とは違うギャルっぽい見た目や体当たりの演技は必見です。推定カップは B から C カップではないでしょうか。水野美紀。水野美紀さんといえば健康的でナチュラルな女優さんです。その容姿からはヌードを連想しにくいですが、2011年公開の映画恋の罪で濡れ場やヌードが見られます。そのシーンは冒頭30秒くらいなので映画を見てすぐに衝撃を受けます。その後は神楽坂めぐみさんのヌードや濡れ場が多いのですが、意外性としては断然水野美紀さんでしょう。推定カップ数は B から C カップだと思われます。伊藤沙莉。伊藤沙莉さんといえばハスキーボイスの演技派女優、最近では多くの作品でその存在感に圧倒されます。そんな彼女もヌードと聞くととても意外に思われがちですが、2017年公開の映画獣道でヌードを披露しています。副女や AV 女優を演じている伊藤沙莉さんはさすが演技派女優です。そしてこの作品で彼女の女優魂が開花されたのではないでしょうか。推定カップは B カップではないかと思われます。二階堂ふみ。演技派女優、国民的女優としてとても実力のある二階堂ふみさんの作品といえば数多くの濡れ場を演じている印象がありますが、実は今で見ることのできる作品は2017年公開の映画リバーズエッジと2019年公開の映画人間失格、太宰治と3人の女たちの2作品です。体当たり演技が印象的な二階堂ふみさんなので逆に2作品のみということに驚きです。演技派女優さんなのでなんとなく華奢なスタイルを想像してしまいますが、実際には豊満なナイスバディでとにかく多いです。推定カップ数は E カップでしょう。門脇麦。門脇麦さんといえば今では個性派演技派女優として広く認知されている女優さんです。ナチュラルな
その見た目からは濡れ場をイメージしにくいですが、2014年に公開された映画愛の渦では、地味で真面目そうな容姿ながら誰よりも性欲が強い女子大生を演じました。門脇麦さんがブレイクしたきっかけの作品とも言われています。劇中の4分の1は服を着ていないという内容にも衝撃です。推定カップは B カップと思われます。満島ひかり。沖縄アクターズスクール出身の満島ひかりさん、数多くの映画やドラマ、CM などに引っ張りだこの人気女優さんです。2017年に公開された映画海辺の生と死で戦火に巻き込まれた教師を演じた満島ひかりさん。戦争という重たいテーマの作品で、その内容も高く評価されましたが、実はこの映画で満島ひかりさんは諸見への大胆ヌードを披露しているのです。推定カップ数は A カップと思われますが、ウエストがかなり細く、ヒップにボリュームがあり、かなりスタイルが良いです。いかがでしたでしょうか。有名な作品からまさかこの人がと思うような女性芸能人まで様々でしたね。これからテレビで見かけた時はなんだかドキドキしてしまいそうですね。ぜひ気になる方は映画をご覧ください。アダルト動画を見るより興奮しちゃうかもしれませんね。個人的にはそのシオン監督の作品は首遭遇率が高いと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。